というわけで今回はスペシャルゲストサーティー、こんにちは。すいませんね、奥様とのイチャイチャする時間を私ごときにお使いいただきましてどうもありがとうございます。ということで今回スペシャルゲストをお呼びしているんですが、実の兄貴でございます。血はつながってないけど、なんだ、侵入されました？待って待って待って、なんか全然知らない、ちょっと待って、あのさ、なんかこう、このこのゲームのさ、あのさ、あのいろいろ始める、うわ、なんか向かってきてるんだけど、あれ、え、見える、見える、なんかそこ向かってきてるんだけど、こっちに赤いやつ、あれ敵だよね、完全に敵ですね。どうしたらいいの、どうしたらいいの、ほら、よし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 、なんかイノスキみたい、イノスキみたいなやつ来やがって、バッカ野郎で、なんだ、あ、やった、あ、やった、なんか手に入った、トゥ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 、せー、死亡しました。現実世界でデスノートみたいな。これ今あれ、サルティさんはレベルは何、280くらい？いや、あのね、ちゃんと補正されて同レベルぐらいになってるから体力めちゃめちゃ下がって、14、あら、うい、いやー、でもいいね、こういう協力プレイみたいなゲームがね、私はね、もういろいろとしたかったんでございます。もうなんか盾とか関係ないよね、もう力技でぶん殴ってるって感じがするな。体重と獣のサポート、そう、いやさすがですね。でね、この上を私はですね、あの全くもって無視をして、あのゴリッゴリに走ってって、あの上から降ってきたやつにビビってね、あのほら、あの進撃の巨人みたいなやついるね。これこのまま進んでて大丈夫なのか、こう普通に倒しながら行ったわ。結構強いからね、あの無理して戦わなくてもいいわ。いいよ、そうだよね、だってこれだって普通に体力高いもんね、こいつね。やばい、痛い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 、でかい、なんかもう弓矢とかいるし、違うな、ボウガンか、ボウガン野郎先にやっつけるか、せい、ちょ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 、届いてない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 、痛い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 、シュ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 、ヘルプミーヘルプミー、頑張って、それは頑張って、助けて、無理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 無回復量もしょぼいしな、持ってるのも 4本しかないっていうところだからな。え、つえーな、それなんていう武器なんですか、レガーディアンレビオーサいきますか。レガーディアンじゃねえな、ウィガーディアンだったな。初めちゃくちゃシンプルに名前がグレートソードっていう。グレートソード、あ、いいじゃないですか。あれじゃない、あのファイナルファンタジーでいうとこのバスターソードみたいな感じのあれですよね。で、いやー、もっとでかいかな。あー、まあでも確かにそうだよね。ちゃんとこの作品ね、あのバスターソードってあるから。あるんすか、じゃあもうそれ使うしかないじゃないですか。バスターソード、おら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 、どっちかっていうと私あの3本目の剣を失ったロロのゾーロみたいな見た目してるんですけどね。昔のあのバンダナ巻きまくってたロロのゾロロ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 で、あのロアの実が出てくるたびにロロノアゾロって言ってさ、もうなんかもうくだらないネタばっかり喋ってっからよ。でいつの間にか一本になってるし、和道一文字になってるわ。よっしゃー、でどこ行きますか。そういえばあれだな、狼降りてこなかったな。確かに。なんか狼がさ、ワオンつってさ、上から降ってくるってさ、親方、空から狼がって言って、嵐の丘。とりあえず羊肉食うか。こいつはマトンかな。てか羊さ、この世界の羊面白いよね。あの、走らずにさ、くるくる回って逃げるんだもんな。どういう骨してんだって。そうそうそう、柔軟性バッチシみたいな。でこの先もうちょっと行くとまたなんか集団がいて、あ、でもこんな意外とあっさりなんだな。協力プレイしたら最強かもしれねえ。で体力大丈夫？結構減ってるよ。
あ、出てきた。待て待て、どこ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 あれちょっと待って、マップ。ああ、間違えたわ。行き過ぎてた。行き過ぎててってか、戻りすぎてた。ソルティさんはオンラインは初めて。オンラインはあんまりしないね。あんまりしないってことはやったことあるんだ、一応。一応参加できたりはするけど、結局野良で参加したりとかやね。ああ、野良でやってはったってことですね。なるほど、なるほど。了解しました。私、すみません。ちょっと本日初プレイなので、ちょっと童貞なんですよ。だから優しく手なずけていただけると助かります。あ、一応休めない。休めない。祝福できない。お祝い禁止。わあ、結婚記念日、怒られるやつやん。あれでもなんか、聖杯瓶さ、使ったのに、普通に、数減ってる？増えてる？増えてる。あ、どうぞ、トークイベントはどうぞ、優先してくだされ。ああ、全然全然。あの子は、ちょっと一夜を共に、暑い夜過ごしたんで大丈夫なんですけど、そう、なんか、聖杯瓶あります。そう、2つ使ったのにさ、マックス 4つ持てるようにしてるのになんかまた4つに戻ってたから、あれって。敵集団を倒すと、使った分、ちょっと回復するのよ。ああ、だから今のうちに1回使っていたらいいと思うよ。なるほど、なるほど。ああ、じゃあ、そうね。今使ってないと、マックスになった時に。よし。ちなみにその武器でスニーキングできんの？あ、スニーキングする気なかったわ。全然スニーキングする気なかった。もう、真っ向勝負がやっぱ売りってやつですね。うらー！オッケー！チャ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 ーチャ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 ーってか？あれ？これちなみに。レベル上げてくださいよ。レベル上げてください。そうなんですよね。今で、レベル上げるというかあれだよね。ルーンを稼いとかって感じだよね。あ、そう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 。そう、今だから2000なんぼだから、今ね、1レベル上げるのに1400なんすよ。ちなみにこれって、なんて言ったらいいんだ？何を優先してあげたらいいの？体力とかさ、知力とかさ、精神力とかさ、いろいろあるべ？じゃあ説明しよう。はい、説明しよう。まず生命力。体力を上げろと。わかりやすく HP バーですね。基本死ににくはなるけれども、まあ死ににくくなるだけであってこっちの攻撃が通らない場合結局戦闘に勝てないので、まあほどほどに上げる、はいはいはい、バランスよく上げるっていうのがまあ重要ですね。そういうことですね。次に精神力。精神力なんだ。よくある MP とか SP とか言われるバーになりますな。はい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 。魔術を使ったり祈祷を使ったりいろんな技を使ったりするときに必要になるんで。やべ、どこから撃ってきてる。例えば今の武器だと戦技、うん、おそらく画面の剣の上あたりに表示されてると思うんだけれども、まあ、それを使おうとすると、うん、おそらくその青の FP 使うんで、まあ、それのゲージを増やすのに精神力が必要。ああ、確かに回転切りをしたときに青が減ったね。緑も減るけど、緑は持久力。持久力ですね。だからこれ走ったり飛んだりみたいな感じのあれですよね。そうそうそう。体力を使ったり、あと装備の重量を増やしたりもできる。重量、はい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 。あ、持てるマックス値をこう。そう。だから今みたいに俺がでかい武器持ってるみたいなことはできたりする。そういうことね。あー、もう間違えちまった。あれ、これなんか、おお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 、兄貴に手を出させない、私が相手になりましょう。おりゃおりゃおりゃ、これ壊せんの？そう、これこないださ、この間やっててびっくり、なんかまだ撃ってきてるやついる。このなんかごっついやつを挟んで敵が槍を下からぶっ刺してきた時に、俺さすがにそんな攻撃方法あんのかよゲームでと思ってビビり散らかしたもんな。さーて、ね、行くぜ、おやすみなさーい。あー、兄ちゃん助けてもう盾とか無視するもんね、こいつね、完全にね、すごい武器だよな。でそのちなみにこういう武器を持つために必要なのが次の紹介するステータスの筋力です。
筋力ね。あ、筋力は、あれでも筋力ってなんか攻撃力を上げるイメージだったから、なんか、今のところ生命力と筋力を上げてるっていう感じかな。あ、ちょうどいい。じゃあ、このグレートソードをあの目標にちょっと探していってもいいかもしれないね。こういう重い武器とか、あのでかい武器とかね。ボス。じゃあ、この先行くとボスになっちゃうから、違うとこ行った方がいいんだよな。オッケー。ってことは、で、まあ、どこ行ったんだ。その紹介がちょうどあの、今、いい感じに緑のバーとかの話になっていってるから、持久筋力っていう話で持っていってるかな。で、筋力に関しては、こうやってあの、重い武器を持てたりするのと同時に、あのちゃんと武器に対して、このステータスが上がれば攻撃力上がるよっていうものがあったりする。あー、なるほどね。でかい武器、重たい武器は、筋力の、数値が高ければ高いほど武器の攻撃力も上がります。で今装備してる武器の説明をちょっと読んでほしいんだけれども、うん、多分能力補正っていうところに A とか B とか C とか D とか書いてあると思う。能力補正のところに A とか B とか、あ、ちょっと、D、筋力 D、技量 D って書いてますね。あ、そうそうそう。つまり、その筋力とか技量を上げることによって、武器 の, あの攻撃力の補正がつくという感じですね。なるほどね。まあ、君主は体験、まあ、それよりあの武器の強化自身、プラス1とかプラス2とかにしていかないといけないんですが、あ、まあ、そういうことをしていくことによって武器の本体の攻撃力を上げつつ、ステータスの補正も上げるということで一気に攻撃力が上がっていきます。なるほど。あー、でもこれあれだな、今違うなんか大きい剣を持つことができる筋力になってたからやってみたものの、攻撃力が遅くなるんだな。そうなると遅くはなる。だからこんな感じでね。なるほど。ただし一発が重いと、一気に攻撃力自体は、あ、そうそうそう、一発は大きくなる。全体のステータスは確かに上がってたからな。うん、ちょっと待ってね。こっからどこ行ったらいいんだ、これ。どこでも好きなところ行ってくれたらいいんですよ。いいんですか？でもこれ今あれなんだ、飛べないんだな。そうだね、祝福への移動は行えません。飛んでる状態だから多分ワープできない。ってことは、これどこに行ったらいいんだ？これ今。マップ見てても、いろんなところを探って探索してもらってもいいし、ボスに行って倒してもいいし。倒せるかな？推奨レベル30のやつ、今お互いに14だけど、いける？そっちはちょっときついと思う。ですよね。でね、渡ることのできない橋が向こう側にあったりとかするからな。ってことは、じゃあ合流した地点までめんどくさいけど、ちょっと一旦戻って、はいはい、あの逆サイドの橋の地図で言う下の方に行ってみましょうかね。なんかすげえ、なんか死んでる人たちの指、血の指王に侵入された。あ、いるな、いるな。これさ、侵入されないようにするにはどうしたらいいの？もう無理？オンラインでこうやって人を呼んでる分には無理かな。ですよね。なんかすげえ強そうなやつ来たんだけど、これレベル補正されてんのかな？すげえカクカクなんだけど。カクカクやね。そのまま去ってってくれないかな？侵入して殺されたらどうなっちゃうわけ？アイテムだけ取られてルームを失って終わり？いや、でもまあ結局ちゃんと回収さえできれば問題ないよ。やばいなこいつ、うぜえな。お、攻撃もしてないしさ、してこねえしさ、で こいつ手に何持ってんだ？おら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 、あ、ててせい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 、こいつあれなんか、あれこれなんか、あ、青いさ、なんかゲージが出てんの何？この時間内に俺たち倒せなかったこいつ帰るよって感じ。あの、そういう状態以上。やばいやばいやばい、なんかめっちゃ溜めてる。ソルティー！あー、やられちゃった。ごめんね。結構強かった。おい、強えぞ。うわー！俺も死んだー！帰れよー！こいつ強かったわ。帰れよ。なんかもうさ、あのゼルダの伝説のあのトワイライトプリンスに出てくるさ、くそさ、くそざっけじゃねえや、なんだったっけ、あのあいつ、あー忘れた名前、なんかトワイライトプリンセスに出てくる変なやつがいるんだよ、なんかとか言いながらなんか剣振ってるだけのやつ。しかもここかよ、ここまで帰ってきて失ったルーンを全部回収しに行けってか。
大丈夫、ワープできるでしょ。そっか、ワープしてからまた兄貴を呼んだらいいわけ。うん、それで大丈夫。死んだところまで戻るのか。やっぱり探索してるとやっぱりああやって侵入してくるやつが多いね。腹立つわ。純粋に兄貴とゲームを楽しんでイチャイチャしたいだけなのに、なんであんな邪魔なやつがのさばってるんだ。帰れよ。いや、ボスやるだけの方がまあ賢明ではあるかなってことですね。あれっとしなきゃいけねえわ。本名じゃないにしろ言っちゃったよ、名前を。すいませんでした。カットカット。ちょっと指呼びの試薬ってやつを作れたりもするだろうか、一回試してみてもいい。アイテム制作、あ、本当だ、あるかい。素材、あ、楽、楽、ん、これなんて読むんだ、落ち葉花。あ、これで、うん、作れるねっていうので、あの、好きなタイミングでそれ作って呼んでもらったらいいかな。なんか無駄に5個作っちゃった。大丈夫。で、この世界の敵超しつこく追っかけてくるよね。追いかけてくるよね。え、もうやめてよと思いながら。違う、メッセージもいらないから、じゃあとりあえず、よいしょ。じゃあ橋を渡ったところから呼びますかね。安全なところまで行って。はい。ドゥルン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 。おりゃ、間違えちゃったー。死ぬ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 。やばい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 、騎馬、騎馬、騎乗位してるやつが来た。騎乗位してるやつ。落ち着いて。騎乗位来た、騎乗位。騎乗位来た、騎乗位。助けて、助けて、助けて、助けて。上で腰振られたらやばいの。おー、しつけーって。残念だったな。貴様ごときの馬じゃ、私はここまで追いかけてこれないだろう。岩の上だ。はっはっはっは。もっと岩は。ちょ、待って、なんか。めっちゃ増えてる。あれ ?3 匹。待って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 。危なー。今、まもなく命尽き果てるところだった。岩の上から飛んでんじゃねえかよ。じゃあ飛べんじゃねえか、貴様ら。ごちゃごちゃ言うてんと呼ぼう。フラーン。あと、来い。祝福の近くとかだったら多分呼べるんじゃないかな。ああ、祝福の近くじゃねえんだな、今閉まったな。アギール湖北の道なりに進んでて橋渡るじゃないですか。うん、橋渡って左の方のなんか岩をちょっと越えたあたりくらいにいるんですよ。なんか鳥が止まってる、それこそあの川沿いに走ってってもらうみたいな感じかな。とりあえずしばらく待ってますが、アギールコナンまでは来てない。アギール湖北ではない、南ではない、南の方ではない。地図で言うとアギール湖北にからカーソルをもうほんと真右で川渡ったところらへんくらいにいる。ただちょっと待って、俺今オーラ出てないんだよな、指使ったのに。なんでだ。そうね、指使ってそっちの方でいいか。指も使って私オンラインも OK にしてるのに、あ、敵対者が召喚されている世界に召喚のサイン配信を制限します。いや、なわけないな。あれでもなんで俺オーラ出ないんだこれ。オーラ出てないよな。もうすでにあの宿泊の近くについてサイン探してる？いや、あ、俺が宿泊に行かなきゃいけないのか。あ、そう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 。そうだそうだ。俺が行かなきゃいけないってことは、今アギール湖北にいるってことか。うん、アギール湖南っていうあのアギール湖から南のところにある宿泊のあたりにいるかな。ああ、そんなとこまで行ったことないっすね。行ってみようか。
地図はでも表示はされてるよね。アギールどのあたりや。ちょうどあの湖が地図で表示されてるのであれば、おそらくあの湖の南のところあたり、うん、ちょっと右下の尖ってる先っちょあたりにあるんで。あんなとこまで行かなきゃいけないんですね。とりあえずマーカーしとこう。うん、頑張ってね。じゃあその道中も撮るか。ということで急遽カットをしたんですが、ソルティさんの普段呼んでる名前を呼んじゃったから一旦カットした。裏で超怒られてた。てめえ本名言うんじゃねえよって。まあ本名じゃないんだけどね。ということで、じゃあ俺と協力したかったら今から言う場所まで来ないと遊んであげねえぜっていう、ちょっと過酷なですね試練を与えられたので、今から道中行こうかなと思います。ただね、そこに行くまでの道のりがさ、結構ね、俺もさっきやってたんですけど、実は花に毒まみれにされて死んじゃったりとかさ、なんかいろいろ過酷だったよね。これ直線で行けんのか？お兄ちゃん、直線でも行ける？これ直線だとやばい。直線だとあれだな、崖の上のポニョになってるから、ちょっと落ちたら痛そうだな。あの高すぎると基本的に死んじゃうから気をつけてね。ですよね。 DEATH ですよね。やばい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 、にらめっこしましょう。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。ドリンク駆けつけいっぱい、逃げろ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 。なんでこうお馬ちゃんと戯れなきゃいけないんですよ。競馬場だけで十分でございます。もうびっくりした、走ってきてるしよ。またもうまあ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 、ぴょんぴょん、ここまで掘れてる。今度は掘れてる。なんで、あれ岩の上無理だったんじゃないの？無理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 。彼彼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 、帰れよ、落ちろよ、帰る。なんで上がってくんの？もうしつけって。死体から何か漁った、黄色いなんちゃら、ちゃちゃ、もう桃色の胆石。逃げろ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 。人間の足の方が馬よりも速いという、なんかよくわからない謎の現象が起きて、ひまわりゲット。あれ、あ、帰ってった。あれなんも急に諦めますやんって。お前誰？ちゃうわ、骨やった。あー、びっくりした。心臓に悪いこの世界。なかなか大変やね。そう、もうやばかったわ。でまたなんか団体さんご一行がこっち悪い、こっちに向かってカッポしてきてるしよ。何なんだろうこの世界は。何これ、何の世界の。ロードオブザリングなのこれは。だいたいそんな感じかもしれん。やばい、敵をぷわーと呼ばれているんです。こっちにいっぱい向かって来ようとはしてない。もうフェイントかよ、ドキドキさせやがるぜ本当に。もうそんなのも青春時代だけで十分でさ。でここではない、これではない。てかでっけえカニがこっち見てんだけど。基本この世界のあのでっけえモブって強いんで、あんまり相手しない方がいいですよね。ですよね。さっきさ、そのあの湖でさ、焚き火にいる雑魚敵をたくさん倒しに行こうと思ったら、空から竜が降ってきてびっくりしたもんね。相手しちゃダメよそんな。絶対ダメ絶対ダメ。アギールっちゅうなんかよくわかんないのがいたんだけどさ、倒せないからない。あ、無理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 。あんなの相手にしたらさ、秒で死ぬって思って逃げたもんね。とっさに逃げ切れてよかったと思って。で、なんかすでに死んでる。で、遺体はさ、そぎ肉。OK。で、あれこの辺、あれここ、ちょっと待ってな。湖北まで来た。あ、先っちょ来すぎた。でも先っちょにさ、カニがいるんだよな。どこだ？で、待って、馬も走って、あれあいつこっち走ってきてねえか、あの馬。あ、違う、気のせいだったわ。あれ？おはようお兄ちゃん。どこ？お兄ちゃん？カニがこっちに歩いてきてる。俺のことを殺す気満々でこっちにカニが歩いてきている。逃げ切るんだよ。あれ待って、兄貴？兄貴、祝福どこ？頑張って探して。祝福どこ？なんかすげえ戦ってる奴らがいる。あれ？あれなんかこの世界でもなんかそのエネミー同士が戦うことなんてあるの？あるよ。なんかゴリゴリに戦ってる。この世界の設定としてちゃんといろんなところの敵対勢力同士が戦うってことがあるからね。
あーそういうこと。その勢力図とかみたいなのを理解しながら、あのアイテムとかについてるフレーバーテキストを読みながら理解すると、そういうところに、ああそういう理由なんだっていうところが理解。なるほど、フレーバーテキストね。香ってくるのかな。ちなみにあのいっぱい戦いやってるところからちょっと離れたところにあるから、その周辺探してみて。戦ってるところからちょっと行ったところ、その周辺にあるからね。オッケー。とりあえずちょっとあのカニを芝居、カニじゃない、カメを芝居てます。カメの首ゲット。えでも戦ってるところの周辺に祝福があるってことですね。うん、近いとこにあるよ。頑張って、ね、うわっ、地図でいうところどこなんだ。ああここは降りたら死んじゃいそうだな。なんかすでに血痕がいっぱいあるな。これはジャンプとはな。ジャンプできんのこれ。おー危ねー、落ちたら死ぬべ。もうさ、ルーンを回収するのがとんでもなく大変なんですよ。ただでさレベルが低いのに。そう、しかもさ、これさ、ポケモンよりも激しいシステムじゃん。回収できるとはいえさ、一気にゼロになるってえぐくねって思って。でも、間違いなく、まあ、システムは理不尽で。そう、もう、鬼畜っすよね。で、ちょっと待って、お兄ちゃん。お、あれ、兄貴がいねえ。湖の近くにあるよ、頑張ってね。湖の近くにあるけど、なんかすげえ怪しいやつが立ってる。なんだ、おめえ。お主、新参者、これ、汗人って、で、合ってんの？何人？このアギール子は竜の縄張り。お前、それ先に教えてろって、アギールってそういうことか。もうアギール降ってきたわ、空から。天空の城、ラピュタみたいにさ、親方、空からドラゴンがって言って、もう、ボッコボコにされたもんね。びっくりした、あの時も。そういう時に限ってさ、心臓のパッチテスト受けてっからさ、あなたなんかすげえ不整脈多いですね。そりゃそうだろう。ドキッとし、心臓なんかもうバクバクになったわっていう瞬間だったもんね。本当に昨日から今日の朝にかけてね、一日中ずっとさ、あの心電図をつけてたんですよ。なんかパッチ、ほう、あなた心臓悪いですって言われて、でその結果、そうそう、その結果ですね、あの一日の中の 8.8% 不整脈があって、あのまあ圧倒的に高いですねみたいな。まあなんか 20% を超えてしまうと完全に何あの受けなきゃいけないみたいなんだけど、テストというかそのあの精密検査的なやつを、はい、で 15% 出たら超えたらまあ結構やべえと。でまあ 8.8% だったら今年はまああのこれで終わりにしましょうみたいな感じで、ただし来年また引っかかるかもしれないよって言われた。なるほど。そう、たださ、あの言われたのがさ、昨日一日安静にしてましたって言われて、なんか仕事とかでストレスかかってませんかって言って、一日の半分以上上司と一緒だったからなっていう、なんか思い当たることはあったけど、あのいや特には普通に仕事してただけなんですけどねっつってそう、もうびっくりするよ。あのね、あの低あの働か総労働時間7時間半のうちね、5時間くらい上司といたのかな。ミーティング4時間上司だし、目の前で上司仕事してるし、うちフリーアドレスだからさ、上司が目の前にデーンって座って、で、ほんとここどこ？お兄ちゃんどこ？頑張れじゃねえんだよ。無駄に時間を過ごしてしまってるけど、大丈夫なのけ、お兄ちゃんは。大丈夫だよ。あ、そうなの。こっちはこっちでずっと別のことしてるから大丈夫。あれ、ちょっと待ってね、マジでさ、それ祝福が見つからんのやけど。あるある。え、先っちょにあるんだよね。先っちょにあるよ。だよね、先っちょだけ入れていいんだよね。入れちゃダメかね。根元までずっぽりはダメなんですよね。あれ、先っちょにさ、あれ、俺の思ってる先っちょと違う、もしかして。いや、合ってると思うけどちょっとずれてるかもしれない。あのね、ちっくり焚き火があるのは見つけたんよ。焚き火があれども、ああうん、それ先っちょにカニがのさばってるからさ、近づけないんだよな先っちょに。もうちょっと、そうね、あの丘を登ってかないとダメかな。一番上までは登んないけど、中腹あたりにあるかな。丘を、こう
カニ玉ゲットしたら お父さんかお母さんかわかんないけど親ガニがブチ切れてきた。てめえ息子たち娘たちのやつ取りやがってバカ野郎って言って、あれちょ待って、その何、多分相手しない方がいい。相手しない、ま、開けないまま死ぬ死ぬ死ぬ、逃げろ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 、ドリンキー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 、ちょっ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 、祝福勝った、祝福勝った、祝福祝福祝福、そこまで行け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 、うわー、スタイスケープ、ちょっと待って、祝福、祝福してるんだから。祝福してる間は、誰も、ダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、攻撃しちゃダメ、ダメ。で、1100しかないから無理。あー、戻ってった。で、ここに、金玉がある。あれ金のワードどこ、あれ金のワードどこ、鍵指使わないとダメかな。あ、また使わなきゃいけない。あ、時間切れ、うん。時間切れしちゃいました。そんなことあるんだな。よし。作っといてよかった。ふわー。さあ、出てこい、出てこい。それの素材は、そこら辺に落ちてる素材から作れる。違う。お前さ、兄貴にケツ向けて祝福で休むって、なんたる無礼者だ。召喚せ、おかえりソルティ。結構褐色がいい顔してんな。結構褐色が、そして目が明け。どうしたの、充血してるの、パソコン画面の見すぎか、大丈夫か、仕事のしすぎじゃねえか。そりゃあまあね、年収5000万も稼ぐようなスーパーエリートサラリーマンだもんな。これに関しては残念ながらちゃんとネタがありますんで、あのちょっとネタバレはしないようにしておきますわ。ネタバレ、何、これはそのゲームの世界に関連するって意味で。あ、そうそう。ああ、そうなんだ。じゃあ赤い目じゃない俺はもう、あのやる気がないよーっとー。てかなんかこう出てくるやつあれなんだよな、あのサイレンのなんか死人みたいな感じがするな。スイーチャラチャチャラチャブーで、この辺で探索をしていったらいいってこと。なんか上でめっちゃ構えてるやついる。じゃあれ、どうぞ、銅像はどうぞ。なんか芋虫みたいなんかうにょうにょしてんな。これ何、ダルマダルマックス、どういうことこれは。光ってる。せい、ああ、攻撃できんのかよ。え、これ生き物なの？一応倒せるね。ほいほい。てか、なんかすげえ、なんか重力に逆らった落ち方してくんな。ふわーっとしてくれやん。ああ、イモムシだったのかよ。うねうねしてるよ。気持ち悪い。俺みたい。くねくね動いてさ。これさ。真ん中からさ、親玉が出てくる、来たりとかしない。また侵入してきたバカいるよ。もう帰れよ、もう自分の世界に。もうプレイヤーレベル、うわー、ちょっと思ったらソルティだった。これなんかあるの？入れる？入れないですね。入れないですか？向かってきたわ。なんか岩投げてきたわ。ゴリッゴリ投げてきたわ。毒食らった今。毒食らっちゃった。てて言いたいことも言えない、こんな世の中ポイズン。これ毒食らったらもう毒が自然消滅するまできついって話だよな。なあお前、張り手やまかこの野郎。強死亡してるし。待って、攻撃食らわないんだけど、こいつどうなってんの。もう遊びたいよ、僕は遊びたいよ。ペチペチするよ、ペコリじゃねえんだよ。だったら帰れよ。最後に訪れた祝福に行きましょう。これまた呼ばなきゃいけないのか。お呼びしましょう、何度でも。呼んでいる夢のどこか奥、夢だったっけ。なんかとりあえず、なんかついさっきあの動画をチラ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 見てたら、あの明日かはクソ野郎だっていうことがもののけ姫で発覚したっていう。そんな事実は知らないな。これ今読んだけど、これ金文字はまだ出てきてないよね。まだだね、ちょっと待って、ね、で、さっきのところの丸いとこあるじゃん。うん。あん中に一応、ちょっと武器もらえるボスいるからさ。ああ、そいつを倒しに行ったらいいってことですね。あ、でもそこ、侵入される前に行ったら、一応侵入無視していけるかな。
あ、侵入されたから行けなくなっちゃったのか、あれ。逆。多分呼んでると侵入されるから、ボスに入っちゃったら、あんまりそういうのがないんじゃないかなって気がする。そういうことね。あと、あれかな。このレベル帯だったら、やっぱり初心者狩りみたいなのが多いんかもしれないな。ほんと、そういうやつらさ、もうこの世から滅殺されればいいのにって思うよね。これってこのムシムシパニックはさ、なんか別に攻撃してくるわけでもなく、ただうね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 してるって感じだよな。うん。あったあったあった、ルーン。俺のルーン。ほいほいほい。あ、じゃあその辺にサイン出したら見えるかな。そうね、この辺にサイン出してくれれば、はい、ちょっとここら辺フラ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 してますわ。待ってね。てか、なんかすげえここで死んでるな。シュナキ猟犬の老夫。じゃあ風浪や、間違えた。ほっ、せい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 、とりあえずお金をじわっと稼いでおこう。書いたよ。お、書いた、書いてもろた、書いてもろたけど移動しすぎて、 あった、これか。やっ、触れましょう。あれで、このボス一回倒してみましょうか。頑張って。よし、召喚。基本的には初心者狩りしてくる侵入者の方が圧倒的に強いと思うから。まあですよね。ほんとやだ。初心者というか、もうあれだよね、もうあのこのゲームをやっちゃいけないレベルの人間なんですよね、私なんか特にね。あった、召喚された。で、こいつをこれをどうやったら入れるんだ。入れない。ピョンピョン。通路の中に入るって表示は出ないか。E ボタンとかでできるはずなんだよな。だから なんかボタンが出てくるはずなんですよね。これ出てこないってことは、まだ何かを満たしてないってこと、これ。あ、そうかもしんない。周りにいるムシムシパニックを全員死滅させるとか。なこったねえよな。てか浮いてるし、こいつもはや。すげえな、なんかスターウォーズとかに、スターウォーズとかに出てきそうだな、こいつらな。まあ、条件が分かんないならもう先に進んじゃうっていうのは手か。そうっすね。そうな、お、何にも出てないんだよな。結婚に触れる、結婚に触れる。とりあえず先に進んでみようか。はい、先に進んでって、で、次の祝福見つけたら一体切って祝福取ってもらってみたいなのを繰り返しましょうか。よし、侵入される前に行きましょう。アイテムはどん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 拾っていきます。じゃあ祝福、祝福。あれ、お兄ちゃんどこ行った。ん、下行ってるよ。あ、下、はい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 、はい、これ兄貴のいる場所。ああ、こうやって動いてるのがあれなんだ。何、飛び降り自殺した。飛び降りしちゃうと多分落ちるから。あれ、兄貴の表示が消えた。でも体力ゲージはある。ワット8分。降りてる降りてる。カニってか、今ここ俺どこにおんのよ。ああ、元の場所に戻ろうとしている。あれ違うな、これ。え、あ、ちょ、本当に兄貴どこ行った。マップ見たら表示されてない。兄貴兄貴兄貴、これか。あ、動いてる動いてる。下に降りたの。うん、滝。そう、滝くん。三つは、あ、死んでる。これなんかふわーっと飛べるやつ。あ、そういうわけでもないのか。このトンボうざいよね。倒しちゃう。いやいや、あの全然、あの何にも実りにはならないから問題ないんですけど、なんか地味にやり、うわー、なんかすげー魔境だな。いや、あのバリスタ飛んでくるから気をつけてね。あの関係ねえ、飛んできてるー。見え送りの大橋、大橋、大橋、小橋、中橋、オッケー、せい、あれ、せい、よし、オッケー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 、死体を漁った。
ドゥン。よし。帰ってー、俺食らうんかい。駆けつけいっぱい。これ以上行けないのか。よーしょ。ああ、なるほどな。あ、いてて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 て、ちょ、お前攻撃を無視し、あれ、なんかすげえ引っかかるんだけど、あ、こいつに引っかかってたのか。多分これあれだね、あのボス行かないと、あのこれ以上行けないよっていうエリア制限だね。だからずっとこうやって探索するの無理だね。そういうことか。見えない世界が広がって、しかもあいつをやっつけられないってことか。てなわけでボスの挑戦しないとダメなんかな。さっきのなんか、ローガ夫婦剣、なんか素材を取るって言ってたぞ。あ、蝶々取った。ってことは、ローガ夫婦剣を倒さないと無理ってことですね。あ、元の世界に戻ってった。ってなったら多分ね、あの、いけるようになると思うよ。あー、です。おい、いってー、卑怯すぎるべ。ドリンキン、ドリン、ちょ、待って。こんなとこまで飛んでくんの？いったいった、ちょっと待って、ドリンクをいっぱい飲むたんびにぶっ飛ばされてる。頑張って。あぶねえ、もうドリンクねえし。あ、そっか、そうなるくらいだったら普通にまず飛んだらいいんだ。ぴょい。やべえ、この実況どこで区切ったらいいかが分からなくなってきた。うふ。まあ、パート2とかパート3とかやればいいよ。そう、適当に、もうなんか1本でとりあえず取っといて、30分で適当に区切って、ここで区切るんかーいっていうツッコミをなんかね、もう受けながらやっていこう。よし、オッケーオッケー、ポリンキー。もはやカットしてっちゃっていいしね。てそう、カットすりゃいいんだよ。よし、あそこでその、なんか、謎のスニーキング。で、これさ、ボスが出てきてからでも呼べん？うん、逆。ボスが出てくる周辺で事前に呼んどかないとダメかな。ですよね。だけどそもそもそのボスを呼ぶことすらできない状態だもんな今な。そうだね。よし、オッケー。こいつは攻撃してこないんだな。ちょっと待って、これはメッセージを読む。あ、調べる、出てきた。これ調べたらもう出てきちゃう、ボス出てきちゃうかもしんないね。ってことはこの状態で、じゃあ兄貴にも同じ場所に来といてもらって、あれでもさ、普通はだってこれ本来出てきてるはずもんな、ね、ボスあれ呼んだら逆に戦えなくなっちゃうのか。これ中入ってから召喚できる可能性はあるか。あ、中に入ってからなのか。オッケーオッケー、じゃあ中入ってみましょう。ちょっとお邪魔しまーす、まだとりあえずって言って俺一人で戦うってなったらもう嘘つき騙して、あ、ここは怖い。デザインを出してみるよ、じゃあ。はい。じゃあ、俺はそのなんか鍵詰めをやったらいいですね。じゃあ、薬指。あ、一応書くだけ書いてみたよ。あ、薬指が選択できない。薬指が消費されない。そして戻れない。ああ、ということはやっぱ一人で戦わないとダメなんか。これ一人用ボスだったのかよ。なんか光ってるし、青白く光ってる。なんか、うわあ、出たダリル出てきた。ダリルマジかよ。ここでウォーキング Z かよ。ああ、ウォーキングで、こいつって俺一人で戦っていいやつなのか。多分違う気がする。秒殺、甘くつ。待って、一瞬で死んだんだけど。ダメか。無理じゃねえか、これ。こいつと戦うのは。うわぁ、2776ルーンを失ってしまった。おい、どういうことや。兄貴、騙したな。回収できる。回収しに行きますか。てか、こいつ、え、あれ、こいつら。この中、イモムシ野郎は時間でまた元に戻るのか。あ、まあ死んだら復活するよね。なんか、あのね、今ね、転がってったのが目の前でさ、くっつき始めてったからさ、わっつって思って。さあ、じゃあ、ローガ夫婦家もう一回入りますか。これ、はい
って回収だけして帰れないのかな。入った瞬間またボス出てくるとか。ルンルン。ちょっとちょっと帰る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 帰れない帰れない。せい。オッケー。うまい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 安いとか。いつもこいつにダメージ与えられない。ねえ。出たよブラッドロスってこれ速いし強いし避けられねえしそもそも回転もできねえし、あーさすがウォーキングデッドシーズン1から最終シーズンまで生き抜いてきた男の力は強い。絶対今、まあ、勝てそうにないなら諦めるが賢明かな。お金を失ってまで、あでもね多分侵入しなくても回収できるよ。嘘、あ本当だ浮いてる、マジで？それで大丈夫よ。じゃあこっから続きいきたいんだけど、とはいえやるところがそうね、2送りの大場所はもう無理だから、これなんだ、うん、これ大会。でアギールは今絶対やっちゃいけないもんね。ってことはできること意外に少ねえ。ということでまあなんやかんやあのお助けできるっていうことは分かったけれども、まあ、その前にレベル上げが必要で。要所でまた呼んでもらうっていうのが最適かな。わかりました、ザコはもっと地道にレベルを上げていけバカ野郎ってことですね。すいませんでした、本当に精進いたします。え、ちなみにまああと兄貴はレベルいくつの使える、え今28 28、あーメインで使ってらっしゃるキャラは170ポケモンの限界値を超えてきてやがる。ちなみにだけどあのラスボス相手には普通に2回ぐらいで死んじゃう。それでも2回で死ぬ、え、ちょっと待って、攻撃を2回受けて死ぬってこと？2回受けたら死んじゃう。どうやってだから回復しないとダメなんだけど、どうやって倒すのよそんなやつ。100頑張る。そんなさ、敵からの攻撃を貫通するとか、そのなんかもう ドラゴンクエストモンスターズのさ、なんかガンガン行こうぜみたいな、その雑なことしなくてもいいのに。了解でございます。じゃあまたお呼びさせていただきます。ということで、今回スペシャルギストは、はい、はい、おはようお兄ちゃんでした。またね、はい、どうも。